ミサ曲ロタンチは、ヨハンゼバスティアン・バッハの作曲したミサ曲。日本語では、ロタン調ミサなどとも称される。早くは1724年に書かれたものを部分的に含むが、最終的に完成したのは、JS バッハの死の前年の1749年で、ある。現代では、マタイ受難曲、ヨハネ受難曲と並び、バッハの作品の中でも最高峰に位置するとされている。 バッハ本人はこの作品に題名を与えておらず、ひとまとめにされた四部に分かれた楽譜には、それぞれに、ラテン語ミサの各部分のタイトルのみが記されている。すなわち、キリエ、グロリア、ニカヤ神城、そして、サンクトゥス、コザンナ、ベネディクトゥス、アニュスデーである。また、奏者の編成は部分によって異なっており、これらのことから、これを一体の作品として演奏するということは、 一切、バッハの念頭になかったとする見解もある。一方で、実質府の各部には1から4の数字が順に振られており、また、バッハが宗教局の聖書府の末尾に常に書き込んでいた SDG は、宗教のドナノオービスパーチェムの後にのみ記されている。いずれにせよ、演奏に2時間近くかかるという長大さから、実際の典礼において全曲が演奏されたことは、なかった。 バッハは熱心なルター派の信仰者であったが、その彼がカトリック教会の天礼であるラテン語ミサをこれほどの規模で作曲したことを聞いた、するのは必ずしも当たらない。ルター派教会の礼拝はラテン語のミサを継承しており、マルティン・ルター自身がルター派版のキリエ・クロリア・イン・エクセルシス・ニカイア・シンジョーサンクトゥスの使用を認めていた。また、バッハは 天礼で使用するための小作曲を4曲、作曲している。そして、ロタン超作曲のサンクトゥスでは、小さいながらも重要な改変を天礼文に言っている。すなわち、カトリック教会の天礼文では、天と地は、あなたの光栄にあまねく道渡るとするところを、ルター派版の、天と地は、彼の光栄にあまねく道渡るとしているのである。クレットの最初のページメラーズによると、 ロタン調ョーミサの作曲の経緯には不明な点が多い。作品全体の中で過去の作品を転用していることが明らかな部分は限られているものの、ジョシュアリ付近などの見解では作品の大部分は別の作品の転用である。唯一の例外はキリエの冒頭の4小説、二回屋新城のカンフィーテイヤの部分で、この2箇所には実質府に削除や 修正の後が認められる。転用の詳細は、下記三章のこと。バッハの死後36年経った1786年、ハンブルクで行われた事前コンサートにて、息子のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハが、二回や心情を、クレドという題目で演奏している。現在の研究では、全曲が通して演奏されたのは19世紀半ば以降のことと考えられている。バッハ研究家、 ジョン・バットの見解では、1859年のライプツ・ヒリーデル教会による演奏以前に全曲演奏が行われた確実な証拠はない。ミサ曲の単調は、バッハの生涯を通しての合唱曲と進学への関わりの総決算として、フーガの技法と並ぶ象徴的な作品と広く考えられている。のみならず、しばしばクラシック音楽の最高傑作の一つとも、 みなされている。アルベルト・バッソはこの作品について次のように表している。ミサ曲チョ調は全人生を捧げて書かれている。1733年に外交的な理由で作曲が始まり、バッハがすでに盲目となっていた人生裁判年に完結した。この記念碑的な作品はライプツヒのカントールが編み出した音楽の様式と技術のすべてを結集したものである。 しかしまたこの作品は、カトリック的な神の賛美の世界と、ルター派的な十字架信仰の世界が、類いのないほど、衝撃的に出会う場でもある。CPE バッハは、父の自筆譜に注釈と修正を加え、同時に自身の手で修正、改変を行っている。このことなどが理由となり、ミサ極炉単調の工程は難しく、番によって大きく異なる部分がある。 全曲は27曲からなる。多くの曲がフーガ様の大砲で書かれているが、スタイルは古風なモテットからロココ風のアリアまで多岐にわたる。二丁調を基調とするが、最初の曲は調合が同じロタン調となっている。アメリカ合衆国では、ベスレヘムバッハ合唱団が1900年3月27日にペンシルベニア州ベスレヘムにて、 全曲のアメリカ初演を行ったが、部分的には1870年より演奏されていたことが確認されている。演奏時間は約2時間だが、20世紀末から交流している歴史的交渉を重視する、いわゆるピリオドスタイルの演奏では1時間40分程度のものも多い。日本では当時資生堂から発売されていた化粧品インウィシリーズの1986年放映の テレビ CM で使用されたことがある。折しもこの時、資生堂は、フランス人デザイナーとして、セルジュル・タンスを迎え、発足当時より、インターナショナルブランドだった、イングリを、さらに芸術的側面を強調しようとしていた頃でも、あった。2015年、直筆の楽譜が、ユネスコ記憶遺産に登録された。ウィリフレット・メラース、バッハザ、ダンス・オブ・ゴッド・ オックスフォードユニバーシティプレス、千九百八十一、ISBN 九兆七千八百一億九千五百二十万二千三百二十八、P 百六十以下はメラース、P 百六十一に基づく。ハンスティデビッド＆アーサーメンデル、ザバッハリーダー、A ライフオブヨハンセバスチャンバッハインレターズ＆ドキュメンツ、W.W. ノート＆カンパニー、千九百四十五 p128 演奏場所についての詳細は以下による。クリストフ・ボルフ、バッハ、3、7、グローブ・ミュージック・オンライン・エド、エルメーシー、http コロンスラッシュスラッシュ w w w g r o v e m u s i c c o m スラッシュ。最終アクセス・オーガスト Q2007 ザ・バッハリーダー、p132 ジョンバット バッハ、マスイン、B マイナー、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、1991、ISBN 9長7805億2138万7163、P27、ノーファーム・エビデンス・オブ、A コンプリート・パフォーマンス・ビフォーザット・オブ・ザ・リーデル、ファーイン・イン、ライプツヒーン1859、バッド、P29、ザ・マスイン、B マイナー・イズ・ザ・コンセクレーション・オブ、A ホール・ライフ、 Started in 1733 for?Diplomatic.Reasons.It was finished in the very last years of Baffer's life.When he had already gone blind.This monumental work is a synthesis of every stylistic and technical contribution.The cantor of Leipzig made to music.But it is also the most astounding spiritual encounter between the worlds of Catholic. グロリフェケーションザルテランカルト・オブ・ザ・クロス、アルベルト・バッソ、ザ・グレート・マスイン、B マイナー、トランスクリプション、デレック・イエルド、1999、フィリップ・ヘレベッヘ・コレギウム・ボカーレ・レゲントによる、録音のリブレットに収録。バット、P26、バット、P31、オートグラフ・オブ・エイチ・モール、ミサバイ・ヨハン・セイバスチャン・バッハ・メモリー・オブ・ザ・ワールド、ユネスコ。ありがとうございます。